福原元都は、大江製秋福原氏の人物。この氏名を名乗った人物が2名おり、区別する場合にはそれぞれ数さつけ、元都市、大き守る元都とされることが多い。福原氏は同じ名前を名乗った者が多いため、以下にまとめる。福原弘よ。福原朝弘。福原弘都福原貞田福原弘都福原貞田 福原元都福原博都福原元都市。福原博都秋福原氏は、代々本家筋にあたる毛利氏に侵入しており、和佐助、元都の時に、主君の毛利流元から、その返記であり、かつ祖先、大江広元に由来し毛利氏の通字として、使用されていた、元の一字を受けた。毛利氏からの返記の授与の例としては、これが最初であり、 その後、孫にあたる沖守元都市も、竜玄の子、毛利照元から、同じ一字を受けた。沖守元都市ははじめ、元光と名乗っていたが、それまで、福原氏で代々の通字となっていた、春の字を用いたことで、結果として、祖父と同盟を名乗ることとなった。なお、沖守元都市以降の当主は、慣例として代々長州藩主の毛利氏から返記を受けるようになっている。 なお、同盟に関しては、福原元都市のみならず、形図を見ての通り、福原博都市や、福原貞田都市と名乗った人物も複数名おり、やはり祖先にあやかるか、毛利氏からの授与によるかのいずれかによって生じたものである。福原元都市は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、秋国々人領主、秋福原氏の十二代当主、玄福寺に、 当時の主君であった、毛利隆元より変記を受けて元歳と名乗る。永六六年に隆元は休止してからも、その子、毛利輝元及びその貢献役にあった、隆元の父、毛利元成に仕えた。天正十六年七月、豊臣秀吉より豊臣政を賜る。また、翌年には、着手の広都氏も豊臣政を賜る。しかし、天正十九年十月に病没する。 没年齢については、萩半ば越録では51歳、福原家警府では44歳とある。福原元都は、安土桃山時代から、江戸時代にかけての武士、毛利氏の家臣、長州藩が老。上記の12代当主、福原元都の孫にあたり、主君、毛利輝元より、変記、毛利氏通事の元の辞を受けたために祖父と同盟を称すこととなった。 ありがとうございます。